はい、皆さんこんばんは。ワドツーでございます。2018年4月の22日、21時43分です。よろしくお願いします。今ね、帰ってきました。プロのカメラマンに写真を撮っていただいたんだけど、やばいね。レベルが違うね、やっぱり。びっくりした。ノンラブー、はい、ただいま。全然レベルが違うわ。iPhone が綺麗とかそういうレベルじゃない。もう、かないっこないわ。プロの技術。やっぱそれで飯食ってる人すげえな。素人がいくらなんだかんだ言ったところで勝てるわけないわ。もう超恥ずかしいよ。自分のさ、iPhone の自撮り写真でドヤ顔してた自分が恥ずかしいよ。のんちゃん、ちょっと冷房入れてもらってもいい？うん、いやー、すげーよな。潜在写真がいいですよ。いい感じですよ。なんかただ一眼レフ持ってる人とかも全然ダメ。技術があるんだっていうのがよくわかった。はい、こんばんは、いらっしゃい。かっこたる技術。アイテムありがとう。今日イベント最終日か。結局何位だ俺。オタマートランキングは何位なんだろう。見てみようか。12位か。まあこんなもんか。アムチンすげえな、頑張ってるね。シマジロウも強いね。テルにな、なかなかテルに勝てねえよな。カズ軍曹とかな、抜かれちゃってるよな。はい、ワドツー、ただいま。テルがどんどん遠いところに行く。はい、フローラルさんいらっしゃい。ワード2初見さん。フローラルっていう小手半の人は初めて見るな。ジャーノさん、アイテムありがとう。あざーす。おい、現地はいらっしゃい。何、絵描いてもらったの、サムネ。いいじゃん。どうすか、曲の方は。初見じゃない、フローラルさん。あ、ありがとう、ハートありがとう。捨て頃勝利で空前絶後の和道旋風が来る。あー、いいね、そういうのいいね。いいね、ありがとう、そう言ってくれて。はい、こんばんは、楽しんでて。アイテムありがとう。もう一曲作ってみたんですが、バラードなんですが、聴いてもらってもいいですか。あー、ぜひぜひ。なんかでも LINE だと音が悪いんだよな。 LINE かけてきます。かけてきてください。なんでなんだろう。なんかね、コラボの時よりも LINE の方が音質が良くなるはずなのに、 LINE だと前回音が悪かったんだよね。撮影すごかったよ、解放。明日ね、データを送ってくれるって言ってるから、明後日ぐらいには発表できると思うけど、あれはね、生主お金払ってでもやりたいっていう人多いと思うから、今度ね、なんか撮影会とか、その、なんだろう、一人5000円とか取っても全然、なんだろう、いいような案件だと思って。まあ、
まあそうカメラマンさんがプロだからギャラいくらかかるとかわかんないんだけど、絶対ね、あの1万以下だったら撮った方がいいと思った生主は。では現在いつでもかけてきてください。なんかすげえ採算合いそうな気がするんだけどな。プロのカメラマンのギャラっていくらぐらいなんだろう。1人5000円で10人集まって5万、5万じゃやってくんないかな。どうなんだろう。もしもし。あ、どうも、げんちゃんです。あ、どうもどうも、よろしくお願いします。なんか、はい、なんか、はい、あ、今エコーかけてます？あ、かけてますね。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。了解です。これって、あれですか、あの、捨てミキ入れてる感じなんですか？はい、捨てミキっていうか、あの、ミキサーを、使ってます。ほうほうほう。なんでなんだろう。コラボの時すごい音質がいいんですけど、ラインだと。多分ね、この間の曲、かなり、あの、激しく弾いてたんで、はい。あの、なんていうか、あの、音が、あの、でかすぎて、多分、なんか、まずいことになってた可能性あるかも。あー、なるほど、なるほど。そういうことだったんですね。はい、今これちょっと待って、音量調節しますね。了解です。これでピアノの音割れないんですよね、多分。音割れないです。大丈夫です。あ、OK です。ちょっとあの休まっても大丈夫でしょうか。はい、じゃあ、はい、お願いします。バラードの、はい、今作りたての曲なんですか。やってみます。はい、はい、桜が毎年、あ、ごめんなさい、もう一回。はい、桜が散ってく寂しさはきっと未来への夢の始まり。傷つき悩み生きてゆくのは大切なものを守るため、少しだけほろ苦い幸せを感じながら、友との集いで少しはにかむ君。この曲めっちゃ良くないですか？あ、そうそうそう。いや、この曲めちゃめちゃ良くないですか？あ、良かった良かった。これ2曲どっちも上げますよ。マジですか？え、この曲めちゃめちゃいいんですけど。ありがとうございます。メロディーめちゃめちゃ綺麗ですね。うん。どうもどうも。はい。あの、これ、どうもありがとうございます。嬉しい。いや、使っていいんですか？
もちろんもちろん使っちゃってください。ありがとうございます。ガドさん、ガドさん放送好きだから。はい、うん、いや めちゃめちゃ嬉しいですね。うん、はい、じゃあこれあのこの2曲あの、はい、1週間ぐらいで、ま、の期間で、うん、あのいいですか、あの送るまで全然全然ぐらいで大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。聞いていただいてありがたいんで、あのじゃあ、はい、1週間ぐらいであのじゃ あの一応あのデモ音源として送らせていただきます。まあ、あのメモ程度な感じで今のやつを録音してみたいな雰囲気があるんですけど、それで全然大丈夫です、はい、大丈夫です。はいはい、はいはい、じゃあそんな感じで、いつもありがとうございます。和田さん、いつもこちらこそどうもです、はい、失礼します。失礼します。なんだろうな、 LINE だとね、源ちゃんの歌のねパワフルな感じが伝わらないんだけど、メロディーめちゃめちゃ綺麗だよこれ。超かっこよかったんだけど、タラタタラタタラタラタタかな。はい、銀おばさんいらっしゃい。今日ね撮影だったの。はい、みんないらっしゃい。アイテムありがとね。いやー嬉しいな、いろんな人に力貸してもらえて嬉しいよね。まあ歌うの荒野なんだけど、俺も自爆で歌わせてもらおう。今のメロディーめちゃめちゃ綺麗だったよ。多分ね音質が悪かったから LINE 通話がダメなんだと思う。アイテムありがとう。ヒゲいじったけど、あのね本当にレベルが違う。プロのカメラマンはマジで感動した。もうテストで撮りますねーっつって、はいはいはい OK でーすって言って、テストの見たらもう全然かっこいいの、はっずっと思うぐらいかっこいいの。なんか自分がモデルなわけじゃん、はっずっと思って、はいちょっとこう右肩上げてみたいな、あそうっすねーみたいな、なんかもうはっずっと思ってなんかね、なんかこうすげえなんかニヤニヤが止まらなかったね。でできた写真もテストの、その撮りたてほやほやの写真見せてもらったんだけど、多分ねみんなビビると思うよ、かっこよすぎて。あの自分でにやけた。ナンシーさんこんばんは。自分でにやけが止まらないぐらい、あのかっこいい写真撮ってもらった。おお、もちろんもちろんありますと思う。ね今考えてるのはツイッターのヘッダー、ふわっちのあの YouTube のヘッダーとか全部のやつを統合しようと思ってんの。雰囲気を、サイトの SNS のデザインを統合しようと思ってて、でやっぱりプロに撮ってもらった写真を、それが普通、白バッグが普通なんだって、宣材写真の場合は。ただカメラマンさんっていうか、そのなんつうの、撮影側の人が和道リスナーだから、俺が好きな感じをバッしり押さえてて、そのセットを組んでくれて、黒っぽい感じの、ちょっと悪っぽいというか、白バッグじゃないんですよ。どちらかっていうと暗闇の中に俺がこうバンっている感じの、なんていうんだろう、黒バッグっていうのかな、なんかね、そのダークな感じをすごく出してくれて、そういや正直ね、かっこよすぎてみんな引くと思うよ。めちゃめちゃ興奮したもん俺。ていうか恥ずかしかったもん、なんかちょっとなんか照れた、照れすぎた。はいこんにちは、みんな楽しんでって。でなんか俺が考えたのは、なんかこう希望者がいればリスナーさんにプレゼントしようかなと思って、軽くしたデータ、こう LINE とか DM とかでプレゼントしようかなって思ってる。なんか1枚だけ写真、数枚撮ってもらったから、なんかこのプレゼント用の写真をちょっと1個リスナーさんに還元しようかなと思ってる。いやあのね、ダンディーとかいうレベルじゃないよ、本当にね。もう恥ずかしいの、ドヤ顔してたりとか決めポーズしてる自分がクソ恥ずかしかった。なんか俺が俺じゃないみたいな、なんかこんなかっこよすぎるのあるみたいな。うん、ただね、ちょっともったいなかったのが、ほら今体重増量してるからすげえデブだったのがもったいなかったなと思って、こう絞って痩せてる時の自分だったらもっとかっこいいのになとか思ったりとか、それがねちょっとね恥ずかしかった、ね、いやーいい体験だったな本当に。いや撮影ってそういうものなんだろうね。やったことあるプロの撮影、普通のさ、なんか一眼レフ持ってる人の素人とはレベルが違うのよ。もうなんつうの、こうセットを組んでさ、
照明とかストロボとかなんかわかんない反射板みたいなのとか使ったりとか、あのモデルの撮影とかそういうもう状態よくあるじゃん、雑誌のさあの撮影するような感じですっげえはずーとか思って、なんかちょっとニヤニヤが止まらなかったね。道具はぶっちゃけた話多分100万とか200万とかかければ買えるんだろうけど、なんかねもう撮り方とかが違うの、照明の使い方であったりとか、専門用語バンバン使ってて、もっとそのなんか照明の角度とか当て方とかストロボ何々を何々にしてみてみたいな、もうプロの用語がバンバン飛び交ってるみたいな。だから一眼レフ持って同じのをやってても結局素人なんだよ。結局やっぱ最前線の人たちって全然違うんだっていう。あ、そうなんだ。いや、それも写真屋さんでしょ？それも写真屋さんでしょ？多分。いや、あの、なんつうの、もっとその本格的というか、なんか、あの、もっとレベルの高いところで多分やってる人なんだなっていうのは伝わった。いや、いえ、そう、やってくれるから恥ずかしかったんだよ。お、いいっすねとか、いやー、体鍛えてるんですかとか、はい、顔、ちょっと、で、この辺、みたいな感じで。うわ、はずーい、俺はずーと思いながら、もうにやけるのを止める感じなの。いや、あれね、配信で回したらすっげーシュールになるよ。だから引きのやつで、その配信者いろんなバージョン撮ってみたいもん。すっげー照れた。なんかそのちょっと胸張ってみましょうかとか、はい、ポケットに手を入れてポケットに引っ掛けてみて、はい、この辺触ってみたいな、いいっすねーみたいな、パシャパシャみたいな、これリスナーに見せたくねえなーと思って。そう、写真はすごくかっこいいから見てもらいたいんだけど、そう、撮影されてるのは絶対見られたくないと思って。もうね、なんかなんだろう、俺こういうなんつうんだろう、わかる、なんか恥ずかしいのよすごく。いやそのリスナーさんもそのカメラマンさんも分かってて、いや配信回したら面白いと思うんですけどって言ってたけど、ちょっと諸事情によってちょっとスタジオとかがあるから。鉄間さんいらっしゃい。全部グラサンじゃないね。グラサンバージョンは少し撮ったけど、メインはジャケットスーツを着てアクセサリー外してなんかこうカッコつけてるやつちょっと斜めに傾いてみたりとかね、こう傾いてみたりとか、ちょっとエグザイル風みたいなもうすっげえはずい、すっげえはずいけど、写真はやっぱかっこいいのよ。普通に棒立ちになってるのとは違うの、やっぱり角度を傾けたりとか。でも俺は最高に恥ずかしかった。スーツつうかジャケットね。うん、はい、ワード2いらっしゃい。うわ、めっちゃ恥ずかしかったな。なんかもうこう見られるのが恥ずい感じだったね。なんかこう、でもすごいのよ、やっぱりこう上手いの、プロのカメラマンさんは。かっこつけると芸人みたいにひょうきんなポーズさらされるの、どっち恥ずかしいかな。いや、あのね、なんつうんだろう、なんだろうな、違うのよ、これで、ね、多分ね、写真見せたらわかるんだけど、出来が良すぎるの。もう本当に、あの、言っちゃ悪いけど、なんか芸能人の宣材写真とかのレベルで撮ってもらったから、クオリティが高すぎて、みんなも笑うと思う。かっこよすぎて笑うの。もうレベルが全然違うのよ。なんだろうな、そう、ひょうきんなポーズとか全然平気なんだけど、あの、俺ら生主だから、そういうの、そういうね、恥ずかしさじゃないのよ。なんだろう、なんだろうな、もう出来すぎてて笑うみたいな。こんなになんのみたいな。結構みんなね、笑うと思うよ、あまりのクオリティに。で、あの iPhone の自撮りが帰りの電車の中でくっそ恥ずかしくて、俺めちゃめちゃ痛いことやってるじゃんと思って、いう恥ずかしさも今あるの。自撮りでどやってて写真うまいとか言ってたのがめっちゃ恥ずかしいこと言ってるこれと思って。うわ、いってえやつだ俺と思ってすっげえ今恥ずかしいの。そういう恥ずかしさもある。あのね、雑誌のレオン
とかよりももう見てもらいたいの早く。いや本当にね、クッソはずいぐらいかっこいいよ。なんだろう、あのね、雑誌のレオンとかじゃなくてグッチとかそういう感じ。グッチとかびっくりするぐらいかっこいいんだよ本当に。引くわっていうぐらいの、うん、あ、使う使う使う、これでしょ、こういうのに使う、こういうのに、こういうのに使うよ。じゃあじゃあじゃあ、なんかね、その表紙の写真じゃないの、中のモデルさんの写真みたいな、すごいクオリティの高い照明とかでやってもらったので、なんだろう、これはね、もう見てもらわないと分かんないと思うけど、みんな吹き出すと思うよ多分。やりすぎっていうやりすぎだよワードってなると思う。まあ俺はその写真バンバン使うけどね。サムネイルも変えるわ。いやハードル上げるとかじゃないよ、あのいや明日か明後日見せられるから撮った写真は、あのちょっと T シャツにも使おうって思ったもん、かっこいいよすぎて。いやはず、ちょっとあの痩せないとダメだなと思った後、顎引いた時の二重顎とか恥ずかしかった。でもよかったよ、カメラマンさんにはバレなかったよこれ。乳首絆創膏、俺のぷっくり乳首を隠すためのこの絆創膏がバレなかったよ、うん、そう、もっこり乳首は俺はカバーしたからね、俺の乳首守りきったから。ほらやるだろう、やっぱ俺ぐらい意識高い生主になると、やっぱ乳首のぷっくりさ加減とかカメラマンのこと常に考えてるからバレなかった。うん、そうマナーだから、マナー。ほいやーっていうかね、多分ね解放欲しいって言うと思うよ絶対ね、アンチリスナーとかね欲しいって言うと思うよ。くっそいじり倒せるぐらい恥ずかしいよ。いやーいい経験だったな。いやーさっき絆創膏剥がしたら毛がベリベリって取れて痛かったんだよ、俺の乳毛が。いやでもすごいな、なんかいい経験させてもらってるな、こんなただの素人なのにさ。なんかね、だってね、芸能人とかしか普通は撮ってもらえないわけじゃん、うん、ありがたいよね。でもリスナーさんからもらったアイテム持っていったよ、ヘッドホンも持ってったし、ハッチからもらったヘッドホンも持ってったし、ソソからもらった靴履いたし、花鳥さんからもらったこのパワーストーンもつけてったし、そこは外さなかったよ。最高かよ、乳首絆創膏写真は撮ってねえわT シャツがぷっくりするの嫌だから貼っただけで。みんなアイテムありがとね。いやカメラマンさんからオファーあったんじゃなくて、俺が恥ずかしかったから自分で貼った。ここがいつも乳首ビンビンで立ってるでしょ俺いつも。さすがになんか超かっこいいのに乳首ビンビンは恥ずかしいなと思ったから、乳首ビン写真って呼ばれちゃうから、やっぱりいろんなところで使うのを想定して貼っておいた。鳥になりたいさんいらっしゃい。いやー、いや相当クオリティ高いよ。ハードル上げてるわけじゃなくて普通に俺引いたもん。なんか想定してたやつの本当何倍くらいだろう、30倍くらいかっこいいの出てきた。嘘でしょって思ったもん。もう撮ったらその場でさ見せてくれんの、もうパソコンにすぐ反映されんのモニタリングで。うん、アイテムありがとう、アイテムありがとう。いや恥ずかったな。
撮影自体は、俺がお願いした。もともと、そのリスナーさんと、なんだろう、こう、相談をしてる感じだったの。ポストカードっていうか、うん、全然ハガキとか作れるよ。全然いける、全然いける。なんて言うんだろうな。その人とはもう交流がある人で、その人がカメラに詳しいっていうのを分かってたから、アルファ7とか買いたいって、一眼レフ買いたいって言ったら相談した人なの。で、たまたま、その、宣材写真とか今後の、その芸能界の活動とかするにはどうしたらいいかっていう相談をしてたら、宣材写真と、要はその概要書みたいなものがあった方がいいっていうのとか、サイトがあった方がいいっていうことを教えてもらって、あ、そうだ、今度宣材写真撮ってあげますよ、みたいな。全然、なんかこう、お金とかいらないんでって言ってもらえて、今度、なんかの撮影会があった時、ご招待しますねって言ってもらえて、あ、ありがとうございますって言って、で、俺が想定してた、はるか上のものが、なんか全然想像してたより、はるか上の、なんかレベル高い状態で、うわ、はずーっと思って。なんか、俺の感覚ではさ、なんかカメラその人が持って、なんか、なんか街中とかでスナップ撮ってくれるってかっこいいのとか、そういう感じだったの。そしたら思いっきりガチのスタジオで、なんか、とんでもねえな、これ、みたいな。めっちゃいい人なの。なんつうの。しかもなんかこう、いや、テストも兼ねてるんで大丈夫ですよって言ってくれ、いただいて。明日の撮影の照明のそのテストなんでって言ってくれてるけど絶対違うの。もうわざわざ俺のために時間割いてもらって、そうスタッフさんも何人かいて超すげえと思って、はずっ、うん、本当に人に恵まれてる。なんか本当に人に恵まれてるね、え、いろんな、本当に。いや、粋だよね。いや、明日、明後日見せられると思うけど、笑うなよ。で、リスナーさんに1枚だけなんか、これはリスナーさんにプレゼントみたいな写真1個選んで、なんか欲しい人がいたら、LINE とか DM とかで送ってあげようと思って。うん、お疲れ様でーす。お疲れっすー。また借りを作ってしまったよ、リスナーさんに。本当に人に恵まれてるよな。いや、吹き出す思う。これ 100% 吹き出す。もう絶対吹き出すから。あまりのかっこよさに。いや、マジでね、ちょっとね、本当に恥ずいんだよ。本当に、できれば見せたくない。ニヤニヤが止まらないよ。初見さんいらっしゃい。いやー。50枚、100枚ぐらい撮ってくれたのかな。いや、吹き出すよ。パソコンびっちゃびちゃになるよ。スマホとパソコン。はちゃん、ありがとう。アイテムありがとう。それでいいんだったら全然含んで構わないけど、はっきり言って吹き出すからね。でも、被写体は見てるわけじゃん。モデルは見てるわけじゃん。普段。こんなにかっこよくなるのっていうのが多分笑いどころだと思うよ。プロってすげえって、こんなにかっこよく映るんだ、あの寄り目がって。時間はね、20分ぐらいいただいたかな。あ、でもね、とテスト20分ぐらいだと思うな。もう緊張して覚えてないね。恥ずかしさにこう、なんつうんだろう、妖怪さんいらっしゃい。恥ずかしくて時間がもう、放送だね、放送でキャプチャーするのがいいと思う。まあ、ツイッターに載せてもいいし。放送だね。うん。いやー、ビビったなー。なんかもっとラフな感じで良かったのに、なんかすげえ悪いよ。なんかもっと適当な感じでも全然かっこよく撮れるはずなのに、本格的なのをやってもらえたから、
なんか想定外にやってもらえたから、なんかね、でもおかしいなと思ったんだよ。前回そのなんかそのなんつうのご相談させていただいた時に、今撮ってもらえるんすかって言ったら、ああいやいやいやって言ってて、なんで今撮ってもらえないんだろうとか思ったんだけど、こういうことかみたいな。要はその他の人の撮影がある中で、そのラストの時間で撮ってくれたの、そのモデルさんがはけた後に。いやー、はずい。いや、いろんな意味でワクワクするでしょ。なんだろうな、宣材写真で検索してみようか。宣材写真ってこういうやつが宣材写真っていうのよ。そのタレントさんとかが自分のプロフィールとかをやるとき、だから白抜きの白バックで撮るのが普通なんだよ、宣材写真って。で、なんだろうな、ちょっとこん中にないんだよな、それっぽいっていうのが。ちょっと待ってね、なんて言えばいいんだろうな。どれが近いかな。いや、あのね、写真がほんとうますぎてこん中にないぐらいなの。あのね、はっきり言ってここに写ってる全部より相当かっこいいの出てくるの。なんだろうな、近いのがないもん。なんていう撮り方なんだろう。あ、これ近いかも。こんな感じ。これよりももっとなんかこう、これが一番近いんだけど、なんつうんだろう、こういうのの俺バージョンのもっと背景がかっこいいっていうか、なんかすげえ感じ。これクソだな。なんだろうな、なんて言えばいいんだろう。あ、これ近いかも。これすっげえ近いかも。これに俺がいたらさ、すげえ笑うだろお前ら。こんな感じかも。あ、こういう感じ。この辺だいぶ近いな。うん、こういう感じ。笑うでしょ。こんなんないわっていう感じのが撮れてる。はずいわ。はずい。いや、ホリプロ入らないわ。ホリプロに入らないわ。いやー、いい経験だったな。いや、俺は今自撮りのにやける具合が、なんつうんだろう、それが面白いのが、あの自撮りでこう、俺写真うまいでしょアピールがすっげえこっぱずかしいレベルの、もう半端じゃなく痛い感じ。なんて言うんだろう、俺何やってたんだろうみたいな。そう、プロのカメラマンとかが失笑してるっつうか、あ、こういうことやりたいんだけどこうなってたのねみたいな、いろいろな恥ずかしさがあるのよ。もう本当になんか俺相当痛いことやってたなっていう。だからちょっとテストで言うとこういうやつ。これの痛さがわかるの。これがどんだけ痛いことをやってたかっていうのがすげえわかる感じなの。で、そのリスナーさんはこの写真の雰囲気からこういうことがやりたいのねって言って、背景とか照明をそれ用に合わせてくれたの、わざわざ。それがまた恥ずかしくて、この写真がね、もう全部消したいもん。
これがいかにはずいかっていうそういうレベルなの。いやもう本当にこっぱずかしくなった。これがこれがどんだけ痛いかっていうのがよく分かった。もうはずっと思って、めちゃめちゃ恥ずかしい。この写真、これが俺は今までこれかっこいいと思ってたのに、これが一瞬で黒歴史に変わった瞬間だった。うわ何やってんだろう俺みたいな、やーべえと思って。いやよくは撮れてるんだけど、よく撮れすぎてて恥ずかしいみたいな。いやいや素敵な写真じゃないよ、まだ発表してないからね。いやしかもね、あのね、一眼レフのプロ用のカメラで撮ると肌がいかに汚いかわかる。ちょっとそこは引くと思うよみんな。あのね、毛穴から何から皮膚の凹凸から全部出るから、あのこんなに肌汚いんだと思ってびっくりした。ジャックありがとう、アイテムありがとう。いやはずいな。はいこんばんは、アイテムありがとう。いやまさかこんな感じか。いやでもいい経験、勉強になった。これで何か美味しいもの食べてくださいね。無料アイテムでは無理ですね無料アイテムでよくそんな大ごと言えるね。もうひどいよ、もう最近のアイテムの飛ばなさ具合で俺はもうちょっとなんか病みそうだよ本当に無料アイテムのキャンペーン期間本当に俺嫌なんだよね。本当にアイテム飛ばねえからマジで。まあいいんだけどね。写真プレゼント欲しい人いる？この中で和道の宣材写真欲しいっていう人いたらあげるよ。あの DM 送るよ、 DM と LINE。 フォロワー限定にしようね。 Twitter でやろうか。じゃあ Twitter のフォロワー限定で送ります。フォローしといてください、ツイートで。あの DM くれた人に一人一人送るっていう枠やろう。 OKOK、 Twitter みんなフォローしといてくっそ恥ずかしいけど、オッケーオッケー、 DM、 ツイッターフォローしといてください。フォロワー限定でやります、ツイッターの。いや早く明日明後日が楽しみだな。髪の毛染めた、今日その撮影あったから赤にしようと思って。赤いじゃん。こっち側だけ赤いう付箋ありがとうツイッターフォローしといて。似合う、ありがとう。いやーニヤニヤが止まんない。バガありがとう。これさ、ワン太郎がさ今インドにいるんだけど、これちょっと問題ありだな。なんかワン太郎とジョーブログが戦ってるの知ってる？これね、あのクミコハウスっていう、あのクミコさんってすごく有名な人がいるのよ。クミコハウスって言って日本人宿なのね、あのインドにある。でジョーブログが昔こういうのをやってたのよ。自殺宿、麻薬中毒者が自殺した日本人宿に潜入っていうのを、これワン太郎ね経緯をまとめてるからちょっと紹介するんだけど、いくよ。ジョーブログが久美子さん、これはあの久美子ハウスのオーナーなんだけど、久美子さんの宿を紹介している動画をオーナーである久美子さん本人に見せたと。要はジョーブログっていう人が久美子さんの宿来てますよねって、で動画見たことありますって、で久美子さん知らなくて本人に見せると、で初めて見るって、で
その動画を見てびっくりして、こんな麻薬中毒者が自殺したような表現はやめてほしいと。で、そもそも動画アップ前に確認すら私もらってないんだけどってなって、で、1年以上前の動画なんだけど、で、81万再生されてんのよ。で、その事実をワン太郎っていうのがツイートしたの。え、久美子さん、そんなの、この動画知らないんだけどって。一応撮影許可は取ってるんだけど、その自殺やどっていうのが事実誤認なのかな、これが。要は嘘らしいんだよ。で、久美子さんはショックを受けたと。で、ワン太郎はそれをツイートしたと。そしたら、ジョーブログが速攻動画を非公開にしたの。その、まあ、エゴサーチだろうね、多分。で、その後、なぜか、ジョーブログにブロックされるのよ。で、非があることを認めてるなら、ちゃんと筋を通せ。自分のことが考えられないの。迷惑かけた久美子さんには何もなしか。つって、ワン太郎が今怒ってんのよ。だから、まあ、やらせ問題だよね。やらせ問題。YouTuber の、まあ、ジョーブログ好感度高い方だけど、これはどうなのって言ったよ。で、ワン太郎がブロックされてんだよね。ワン太郎はこれ徹底的に配信者だったら戦うべきだよね。もう。で、いや、11万人の日本人がね、そういう風にやるわけだから。久美子さん有名な人だよ、みかんさん。みんな相手もありがとう。久美子ハウスは多分、インドで日本人が住む宿では多分一番有名だと思う。俺の知り合いもね、多分久美子ハウス行ってるはずなんだよね。ハートプレゼントありがとう。猫八さん、風船ありがとう。まあ、気の毒っつうか、そこはやっぱり話さないとダメなんじゃないの？もうタイトルにがっつり自殺宿って入れてるわけだから、そこはね、お疲れっす。もちらいさん、ハートありがとう。それはちょっとな。本人から許可が出て、こういう戦略でやりますよっていうのを伝えたらいいんじゃないかなとは思うけど。旅配信？いや、ふざけんなよ、パウッタ。前回の岡山配信なんだよ。よくそんなこと言えるな、お前。旅配信やろうとか、再開しろとか。なんだよ、じゃあ。岡山の時、おめえ見たのか？二度と抜かすなよ、旅配信しようとか。いい加減にしろよ。見ないし、見ないんだったら注文なんかつけるんじゃねえよ、マジで。俺もうほんとムカついてるから、旅の件に関しては。二度と抜かすなよ。配信者に二度と注文なんかすんなよ、クソどもが。マジで。頑張るじゃねえよ。見ねえんだったら口出すんじゃねえよ。すげえムカついたから、本当に。え、俺は自分のやりたい時にやるから。配信に口出さないでね。口出すんだったらギャラ出してくださいね。すげえムカつくから、そういうてめえらの無責任な発言。配信者に口出すんだったら最低金出してからだよ。 儲かってないよ。切れんなやつが切れるだろ、そんなもん。なんでリスナーに配信の口出されねえといけねえんだよ。見もしねえやつに。ふざけんなよ。部外者はすっこんでろよ。アクセサリー？6月以降に作り始めるよ。アイテムありがとう、剣断面。きれいゲーじゃないから。結構怒ってるから、俺。こういう無責任な発言するバカに。普通に切れるだろ。まあ、なんか非公開にするのは良くなかったよね、ジョーブログはね。いや、配信者にさ、口出すのは良くなくない、パウッダさん。なんでそんな無責任なことが言えるのか教えてよ。なんでこれやろう、あれやろうって無責任なことが言えるの？
ねえ、なんで無責任なことが言えんの、そんな。なんで配信者の配信に口を出すのかよくわかんねえわ。バカなの。うん、そういうの嫌いなんだよね。いや、そうだよ、そう、どうでもいいと思ってるから、どう、こういう適当なことが言えんの。風船20個ありがとう。何々やろうとかじゃねえよ、てめえで旅しろよ。じゃあどんだけ大変か分かってねえんだよ。だったらてめえで旅したかったらてめえで旅しろよ。てめえで配信つけてみろよ。見もしねえくせによ、なんでそんなこと言えんだよ。すげえ腹立つ。おこです、はい。ドフィーいらっしゃい。いや、腹立つよやっぱり。うん、旅がどうとか抜かされたり、人の配信にとやかく言われたら、うん、旅配信のことを言ってるんじゃなくて、よく配信に口が出せるなっつってんの。よく人の配信に口が出せるなって言ってんの。旅がどうとかの問題じゃねえわ。何やれこれやれあれやれ、俺嫌いなんだよそういうの。人の命令とかさ、そういうの聞きたくねえから配信やってんだわ俺は。初見さんいらっしゃい、アイテムありがとう。いや、アンチの人とかじゃなくて、アンチとか関係ない。あの、人様の配信に口出すのは良くないよ。うん、頑張るよ、ありがとう。もしよかったらフォローしてね、面白かったら。何社会に貢献とか、社会に貢献なんて考えてないけど、うん、なんで俺が社会貢献しないといけないの。俺ボランティアとかやるつもりねえから。そういうこと、ラーメン屋でパスタ出せって言ってるようなもんだよ。アイテムありがとう。はい、こんばんは。野間犬さん風船ありがとう。いや、社会貢献なんか全然考えてないよ。そう、俺には俺のスタイルがあるから。どんな配信内容だったとしても俺は自己責任を負うし、うん、そういう軽率な発言ができるのがよくわかんねえわ。もう今回の岡山の配信、岡山の旅配信でよくわかった。もうクソだよクソ。そう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 、そういうこと、そういうこと、本当にそう。いや、期待なんてされたくないから。期待とかじゃないの、うん、期待とかじゃない。では何でもいいの。そう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 、叩く材料探してるだけで本当に怒ってたりとか本当に期待してたらそんなこと言わないよ。飽きるとか飽きないとかじゃなくない？怒る時ってそういうこと考えなくない？別に普通に純粋に怒りがこみ上げてくるんだけど、飽きるとか飽きないとかじゃなくて、普通にムカつくもんはムカつくんだよ、いっちゃん。ないです、この国に不満はありません、ありません。
YouTube から？ああ、ありがとう。神様、うん、いらっしゃい。もしよかったらふわっちも登録して。そんなことぐらいってどんなこと？あのさ、過疎生主が一丁髪してくんじゃねえよ。どかそがよ。お前、俺と同じ目線に立つな。お前が見えてる風景と俺が見えてる風景違うから。勘違いすんなよ。うん。おめえみてえなどかそ生主のアドバイスとかいらねえから。自爆やれ。めんどくせえ。どかそ野郎が。俺、年取ってるから偉いとか思わないから。うん。フォローありがとう。よろしくね、これから。よろしく。フォローありがとう。いや、機嫌悪いってお前のせいだからな。うん。煽ってんのか？お前が余計なこと言うからだろ。さっきまで楽しくやってたんだよ、こっちは。てめえのせいで気分悪いんだよ。考えろよ。ね。機嫌よく見えるかよ。うん、ちょくちょく暇な時遊びに来てよ。よろしくね。うん、来てくれてありがとう。 YouTube から YouTube の方も公式の方フォローしてもらえると嬉しいです。よろしくね、これから。ありがとう、来てくれて。フォローありがとう。どの目線でアドバイスしてんだよな、本当に。どの目線で何やれこれやれって言ってんのか、本当意味が分かんねえわ、マジで。お前より過疎じゃねえよ。お前より過疎じゃねえよ。うん、自分の数字見てから言えよな。過疎なもんした貴様、お前さ、お前さ、自分のレベル分かってから言えよ。なあ。フォロワー271人？よく言えるな。よく言えるな。まあ。はい、ワードつ。よくそんなこと言えるわ。頭悪すぎるだろ。なんで俺200人の生主に過疎生主とか言われないといけないの？俺より人数が多いんだったらわかるよ。ねえ、あなたが俺より人数が多いんだったらわかるわ。100歩譲って。よく俺のこと過疎って言えるな。どこから目線で言ってんの？あなたは。うぜんだよ、毎日毎日よ。てめえの日記じゃねえんだぞ、コメント欄は。いやー、よくわかんない、本当に。何様なんだろうね。うん、はいはい、風船ありがとう。年齢なんて関係ねえよ。年齢が倍生きててこれか。倍生きてて閲覧20分の1か。よっぽど人徳ねえんだろうな。倍生きててお前これか。なあ、クズだな。お前の年齢になってる時どんだけだよ。数千倍差がつくぞ。なあ、よく噛みつけるな。年齢が上だけの人間でよ。年齢が上だから何なんだよ、おい。年齢が上だから何なんだよ、言ってみろよ、バカが。魅力がねえんだよ。なあ、年齢が上だから何なんだよ。倍生きて無能か、てめえ、この野郎。おい。無能か？
精神異常でも何でも構わねえよ、無能がよ。あ、トツ上がってこないよ。トツ上がってこない。こういうのは。コメント欄でしか生きがれないから。LINE もかけられないよ、こんなの。てめえに魅力が人、ねえから人が集まんねえんだろ？てめえ、コメントスルーされんの何でか教えてやろうか？てめえのコメントつまんねえからだよ。てめえのコメント全然拾えないんだよ。そこに気づけよ、バカが。てのはてめえだろ。頭使えよ。全然意味わかんない。うん。動物園の猿に、ご先祖様っていう人間いなくない？あ、ご先祖様だ、ありがたいって。ほんとつまんねえよな。もう嵐やめてくんね。もうめんどくせえから。なあ、めんどくせえから。人の放送を荒らす前に自分の放送で人集めてみろよ。今すぐ枠開けてよ。過疎だって言えんだったら100人以上集められんだろうな、この時間帯でよ。フォロワーも20分の1のくせしてよ。配信者として格下なのに気づけよ。年齢倍以上生きてて年齢しか自慢するところがねえのか、しょうもねえ。俺は年が上だけの人間はクズだと思ってるから、それしか言われないのが。年齢上だから何なんだよ。いや、俺は言うこと言うから。他行けよ、うん、かまってもらえるカサナムヌシのところ行け。コメント拾ってもらいたかったら。おめえが出してきた話題じゃねえのかよ。おめえが振った話題に乗っかってやったんだろ。偉いなんて一言も言ってねえわ。おめえが振った話題だろ、どかそうって。お前が振ったんだよ、バカが。うるせえな、なんだよ。いや、あれは今アンチ来てるんすか。うるせえよ、なんだよ、要件言えよ。てめえの質問に答えるわけじゃねえんだよ、どかそうがよ。何やってるんすか。うるせえよ、関係ねえだろ、てめえには。要件を言え、要件を。てめえの質問に答える暇なんかねえんだよ。今来て、なんか。だから関係ねえだろ、ロムってろよ、じゃあ。ゴミが。だからなんだよ、何が気違いなんだよ。別に気違いなの認めてっから、俺。何が言いたいの？じゃあトツ上がってこいよ。なあ、そんなに言いたいことあんなら話聞いてやるよ。トツ上がってこいよ。じゃあ、おい、トツ上がってこいよ。じゃあ、そんだけ突っかかってくんならよ。気分悪いな、マジで。コメントでしか言いたいこと言えねえのか、お前。だからコメントでカタ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 書いてねえで、トツ上がってこいっつってんだよ、老害がよ。アイテムありがとう。いや、いい加減にしろよ、本当に。トツ上がれよ、じゃあ。上がれよ。LINE 別に構いませんよ。本当にしょうもねえな。
や上がれないでしょ、コンプレックスの塊だから。電話かけてこい。お前の LINE 知らねえんだけど俺。なんでお前の LINE 知ってると思ってんの。フォロワー何百人いると思ってんだよ。お前がかけてこいよ。何人いると思ってんだよ。かけてこいじゃねえよ。お前なんか数千人いるうちの一人だから俺からしたら。なあお前がかけてこいよ。何人フォロワーいると思ってんだよ LINE に。ね、俺電話持ってねえわ、電話持ってねえわ。電話持ってない、かけられないから。ごめんねマジで神様ね、せっかく来てくれたのにね、ごめんね。もう電話持ってない、電話やめた。いや電話持ってないよ本当に。うちのリスナーみんな知ってるよ。電話持ってないよ、何今電話取ったって。 LINE かけてこいっつってんの。はいこんばんは、アイテムありがとう。何様だよね本当に、何様だよ本当に。どれだ、どれだ。いやスカイプの使い方全然わかんねえな。え、なんだこれ、どれだ。いやもうほんと迷惑だよね、ほんと。配信者で自分のこと構ってほしいとかさ、もう終わってるだろう、マジで。だったら自爆やれよ。見てる100人が迷惑なんだよ、ほんとに。よ、この際だからさ、言っておくけど、この際だから言っておくけど、こんにちはとかお腹痛いとかメールアドレスのパスワード忘れちゃったとか今から仕事とかコンビニ行ってくる、お風呂入ってくるってバカか本当に。なあツイッターでやれよそんなもん。お前らさ、じゃあさツイッターでさ、今からご飯食べてくる、お腹痛い、今日仕事で辛いことあったって見てて楽しいか。なあそんなツイッターフォローするか。なあお前らがやってんのそういうことなんだよ。かまってかまってかまってって。こっちは仕事中なんだよ。トーク楽しくやってんだよ。100人相手に見てもらってんだよ。てめえが腹痛いとかお腹すいたとか何食べようとか誰も関心ねえんだわ。なあお前さ、映画館で言うか、数百人見てるところでお腹すいたって言ってんのと一緒だよ。なんで俺のこと無視すんの？お腹すいた、今来たんだけど、ごめん遅れちゃった、今来たんだけど何が起こってるのって、おめえの責任だろ全部。誰も構ってくんな、コメントスルーされて当たり前なんだよそんなの。バカすぎるだろマジで、バカすぎるわ。いやおめえの無能さらし続けるためにブロックしねえわ俺。お前の無能さ加減をさらし続けてやるよ。てめえでブロックしろ。
なんでお前のために右指を動かさないといけないと思ってんの。お前のために右指を動かすのがだるい。お前のために何かするのがだるいわ。してほしかったら自分でやれ、ブロック。俺の放送来れなくなるから。自分でやれよ。自分で何もしないで何かを手に入れようとしてんじゃねえよ。風船ありがとう。俺は LINE も何も公開してるから、リスナーさんの凸も断ったためしねえよ。だ、要件があるならかけてこい。てめえの番号なんか知ったこっちゃねえよ。アイテムありがとう。みんな仲良かったじゃないんだよ。支度式中にも礼儀ありだよ。俺はいっちゃんの放送で自分がかまってなんてコメントやったことねえぞ。一方的にやってんだよ。一方的にされてんの。あのさ、少しは気使ってくれよ。何人のリスナーが見てると思ってんだよ。お前が調子悪いとか薬がどうとか病院でやれよ。周りが迷惑してるんだよ。俺個人の問題じゃねえわ、これは。不快だよ、本当に。自爆でディスれよ。お前が不満があることをなんで俺が処理しねえといけねえんだよ。老人ホームじゃねえんだぞ、ここは。金払え。だったらまず。そっからだよ、話は。ちなみにいくら金積んでもお前の面倒なんか見るつもりねえけどな、俺は。いやー、どうしようもないね、本当に。ありがとう、匿名さん。アイテムありがとう。こんなこと言わせんなよ、マジで。悲しいわ、ほんと。アンチコメント打つやつの特徴。面白いコメント書けないから、わざと嫌われるようなこと言って、拾ってもらえるようなこと言って。あのね、才能があったりとか面白いことできるやつはそんな尖ったコメントなんか打たなくても拾ってもらえるんだよ。自分の脳みその足りなさに気づけ。
スルーされるっつうことは読み上げるまでも必要もないコメントなんだよ。俺はさ、そのインターネットの匿名性とかも、まあ彼は匿名じゃないんだけど、それでもね、やっぱりね、何でもかんでも言ったらいいって問題じゃないと思うの。ツイッターとか見てごらんよ、もう閉鎖された空間じゃないんだよ。一部の人が使ってる逃げ場所じゃないんだよ、インターネットって。もう多くの人がスマホを持ってて国民的に普及してるツールなの。もう障害者の逃げ場所だったりとか、ひも手とか童貞とかのさ、あの非現実世界ではないんだよ。これからどんどん悪いこと書いて誹謗中傷したら名誉毀損で訴えられたりとかもするのは当たり前になってくるし、こんなのあと 2,3 年だと思うよ。ララーさんこんばんは。会ったこともないやつに人格否定して何がいいんだよ。はい、ワドツ。会ったこともない、関わったこともない、しまいには自分よりもフォロワー多い人に過疎だ。よくそんなことが言えるね。アイテムありがとう。そう、木をてらうバカほどくだらないもんないよ。あの、悪いけどくだらないと思ったコメントは読まねえから、挨拶も読まねえから。あの、挨拶が許されるのはオープニング5分だけだよ。うん、途中から来てね、あの、こんにちはっつってコメントスルーされたっていうのは他行け。本当に才能がない。お前が来たタイミングは開演時間ではないんだよ。舞台とか映画30分遅れたらおとなしくしとくのが礼儀だろ。俺は嫉妬深くないよ全然。5分見て状況を把握して、あの議論に参加したりとかコメントを書くのが礼儀だと思うよ。てめえ聞いてねえのかい、あのラッキーこの野郎。おいてめえこの野郎、お前、人の話全然聞いてねえな、この野郎。煽ってんのかい、あのラッキー、てめえ、この野郎。おい。おい。てめえ、話聞いてねえな、この野郎。こんばんはだと？こんばんは。しょうもねえな。いや、もう、これが現実だよ。これが現実。言っても分かんないやつには分かんないんだよ。分かんないやつには分かんないんだよ、もう何言ったって。言ってるそばからこれだから、うん、いや、もう煽ってんのかって思うもんね。うん、空気変えてください、お願いします。はい、お疲れ。お前もだよ、うん、お前もだよ。こんばんはだろうが、ワドツだろうが、こんにちはだろうが一緒なんだよ。お疲れ様も一緒だよ。何にも分かんないよ。トーマくんありがとう。分かってもらう、分かってもらえるのが当たり前だと思ってるのが大間違いなんだよ。そこが甘いんだよ。世間様はあなたに関心がない。自分だけ世間が関心あると思ってんの。それが傲慢な態度なんだよ。お前に何が分かるって。俺は誰一人、家族ですら、のんちゃんですら気持ちを確認しようとしてんの。分かってもらえるのが当たり前だって、子供か赤ちゃんか、いい年こいて、うん、分かってもらえるまで伝えるんだよ、話すんだよ、信頼を得るんだよ。アイテムありがとう。どこがブーメランになってるのか具体的に言ってください。なってないです。ブーメランって言ったら勝ちじゃありませんから。いや、挨拶していいのよ、挨拶していいの。ただトークの最中で挨拶返せない時もあるのよ。それを俺が怒ってんのはそこじゃないの。こんにちはとか、ワドツーとか、いい天気だねっていいの。
ただスルーされた時に3分後になんでコメント拾ってくれないんですかっていうのやめてっつっての、当たり前だろって。100人が本題に入ってて写真の話今日盛り上がったねって言ってる話を止めてまでやるものかなあ。赤さん花火ありがとう。そう思わない？100人が挨拶が終わって本題に入ってるんだよ。映画で言ったらいいところなんだよ。それをこんにちはで潰されるのは違うでしょって。書いていいよ、俺も好きなこと言う、リスナーさんも好きなこと書いていいよ。ただなんで返してもらえないのか、なんでわからないんだっつってんの。俺はスルーされたっていうことは、俺は返せるよ全部。俺は返せるけれども、そのせいで放送がつまんなくなってるっていう事実があるんだよ。わかる？早く見た人ほど損するっておかしいよ。最前列で枠始まっていきなり来てくれた人に申し訳ないとなぜ思わないのかっていう。これはどこの放送でもそうよ。そんなにコメント挨拶拾ってもらいたいんだったら人数少ないところで見るべきだよ。俺は言ってること間違えてないと思うよ。これはリスナーさんのために言ってるんだよ。俺はより良いコンテンツを作るために言ってるんだよ。みんなのために言ってんの。俺だってみんなの挨拶拾ってあげたいよ。みんなのコメント全部拾ってあげたいよ。でもそれで損をするのはリスナーさんなんだよ。熱心なリスナーさんが損をするのは俺は間違ってると思うよ。うん。それはすごくいいこと。スルー上等でコメしてるのは普通なんだよ。ニコ生にはそれがある。コメント拾わないぐらいがちょうどいいんだよ、うん、正論だよ。それが嫌だったらドカソに行くんだよ。ドカソに自分でこいつだって全部コメント拾ってくれる人を見つけるのが一番いいんだよ。俺は花火欲しいよ。それは隠してないよ、うん、花火が欲しいだけじゃないです。やめてください。あなたとは違うんです。今日の写真思い出してそうだね、今日の写真ね、明日と明後日にできるから。イラってるねちょっとね、うん、コメントはスルーされて当たり前。パフェありがとう。のお前さんありがとうね。パフェありがとう。写真楽しみだね。俺も明日出来上がるのが楽しみで、現像されるのが楽しみ。欲しい人にはツイッターフォローしてくれる人にはDM でプレゼントでお返ししようと思ってる。まあ人間だから怒る日もあるや笑う日もあるし、感情は隠したくないね。溜め込みたくないよ。リスナーから振られた喧嘩は売られた喧嘩だから、これは、うん、大丈夫だよ、今でも貼ってあるから。さあ、どんな人間に対しても首を吊れなんて言うのは最低な発言だよ、うん、俺はネットだろうが何だろうがリアルだろうが人に対して首を吊れなんて言ったことないよ。人間性疑うわ。あ、本当に？オッケーオッケー、今聞いてみるね。あ、ありがとう、源ちゃん。人に対して死ねっていう、自ら首を吊れなんてよく言えるね。人間性疑うわ。曲だな。
古事記のね曲を作ってくれてるげんちゃんさんです。ふわっちと、ニコ生で生主の活動をしていて、音大卒業して、音楽の先生やってた方ですね。あの楽曲提供してくれたげんちゃんです。げんちゃんコメント書いて、げんちゃんいるかな、げんちゃんフォローして、今コメント書いてくれたらわかるから。うん、荒野が歌えるかどうかじゃないのよ、亀尾さん。歌ってそういうもんじゃないから。そう、うまく歌う必要ないと思ってんの。下手でもいい、心がこもってれば、俺はそれが表現だと思ってるから。うまく歌うことも大事、うまく見せることも大事。でも俺はバンドとか絵とかって、うまいのがプロじゃないと思ってんの。下手でも心を動かせるやつがプロだと思ってんの。俺は荒野にはそれができると思ってるから。俺は売れてったやつら見たけど、ライブハウスやってる時に。下手なんだよ。でも心を動かせるやつだけプロになった。俺はわかる。アイテムありがとう。げんちゃんこの方です。げんちゃんみんなフォローしてください。よろしくお願いします。楽曲提供してくれたげんちゃんです。うん。ありがとう。これってバラードの方ですか ?1 曲目の方ですか ?2 曲目の方ですか、これバラードの方かな。歌詞はね、ちょっといじらせてもらう。Wi-Fi A は、荒野のオリジナル曲だよ。2曲目の、バラードの方っすね。ありがとうございます。バラードの方っすね。了解っす。ねえ。最高だね。これメロディーめちゃめちゃ綺麗だよ。タタ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 。スカバラードにしたいな。つっちゃつっチャツ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 。げんちゃんはあの即興でピアノ弾きながら雑談やってくれる人だから、生でフライミートゥーザムーン聞いてごらん、げんちゃんの。マジビビるよ。げんちゃんのフライミートゥーザムーンは俺とげんちゃんの出会いだからね。低音がいいの。そうで、ジャズなのこの人は。うん、そう、俺はエヴァンゲリオンが大好き。エヴァンゲリオンのエンディングソングだ、フライミートゥーザムーン。曲だけじゃなくて幅広いんだ。雑談見たことないんだよね俺。それはお前の先入観だろう。俺のことを詐欺師だと言ったりとか、口先だけの人間だって。お前よりもよっぽど行動してるよ。そんな甘い世界じゃないよ。俺は行動の人間だから。で、詐欺師じゃないし。お前らはレッテル貼りばっかりじゃん。アイテムありがとう。レッテルで決めつけんの損するよ。やめた方がいいよ。いや別にアンチとかもう別にいてもいいんだけど、うんうん、別に全然いてくれてもいいけど、うん、いや別にいてもいいんじゃん。いい年こいてアンチとか言ってる方がバカだと思ってるから。そう、面白くもねコメントしか書けねえバカどもだろ。
お前と何の関係があんの？年寄りを騙し、男に相手にされないような痴情や年寄り、整形マニアから金を引っ張ったり。な、事実を言えよ。金なんか引っ張ってねえだろ、バカが。お前が言ってる事実なんか事実でも何でもねえだろ。それはお前がそういうふうなうがった目で見てるからだろ。腐ってんじゃないのか、てめえの目は。てめえがそういう生き方してるからそういうふうにしか見えないんだろうな。それはお前の生き方の問題だよ。アイテムありがとう。いや、俺は別にアンチが言おうが何だろうが俺とは全く関係ないと思ってるから。そいつの問題でしょ。そいつが世の中をどう捉えてるのか、そいつの生き方の問題だから。買ってもらったよ。え、っていうか、俺がリスナーさんから買ってもらった、今日靴買ってもらった、ブレスレット買ってもらった、パソコン買ってもらった、モニター買ってもらった、コーヒーメーカー買ってもらった、空気清浄機買ってもらった、カバン買ってもらった、あと何がある？腐るほどあるけど。っていうか今全部写ってるものってリスナーさんの花火で買ったものだけど、それ以外ないんだけど、お前と何の関係があるの？それ詐欺したっていう証拠あんの？支援を受けたら何なの？それは詐欺ではないから。俺が放送をやっていてチップをもらって、で俺が好きなものを買って何が悪いの？具体的に言えよ。どこが詐欺なんだよ。どこが詐欺なの？パフォーマンスの対価としてチップもらったら悪いのかい？どこ、誰を騙したんだよ。具体的に言えよ。誰を騙したんだよ、俺は。誰も騙してねえぞ。一生懸命喋って生き様晒して、アイテムいただいて好きなもん買っちゃいけねえのか。どこが詐欺なんだよ。誰を騙したんだよ。言ってみろよ。誰を騙したんだよ、俺は。誰も騙しちゃいねえぞ。それお前の歪んだ捉え方だろ。具体的に言えよ。パソコンもらったよ。だから何なんだよ。どこが詐欺なんだよ。どこが詐欺なんだよ。言えよ。何が悪いんだよ。年寄り騙して捕まってるよねって俺認めてるんだけど、そのことに関しては。でも騙したつもりじゃないからね、俺からしたら。それも説明してるよね。あなた知ってるよね、それ。生活保護も事実だよ。自分からカミングアウトしてるけど。俺、そんなのないって言ったことある？詐欺事件で逮捕されたことなんかないって言ってないけど。生活保護を受けてるのも自分から喋ってるけど。だから、そうじゃなくて、お前、さっきの話回収してから認めろよ。パソコンもらってるけど何なの？だから何なの？お前と何の関係があんの？だから、カモってなんだよ。そんな甘い世界じゃねえぞ。お前さ、花火投げてくれてる人とか、アイテム投げてくれてる人、バカにしてんだろ。なあ。バカにしすぎだよ。そんな見る目ないわけがないだろ、アイテム投げんの。じっくり見て、この人だって思ってるから、アイテム投げてくれてんだよ。命の次に大事な金を投げてくれてんだよ。お前とはレベルが違うの。お前はそういうふうにね、うがった見方しかできないんだろ。疑って生きてんだろ？かわいそうな生き方だわ。いや、バカにすればいいじゃなあ、みーすけな。ふざけんなよって話だよな。ねえ、鳥居成田さんのバカにされてるように見えるよね。カモってなんだよ。いや、本当にそうよ。不快なら見なきゃいいだろうっていう。な。俺がカモって言ってるんじゃなくて、こいつがカモだって言ってるようなもんなんだよ。こいつが詐欺師だよ。パソコンもらったことにも答えない。詐欺師のレッテル貼っておいて、コメントでこういうふうに、あれだろ、印象操作してんだろ。俺は悪かったところも何もかも全部認めてるから。ねえ、亀尾さん、そうだよね。卵味噌いらっしゃい。いや、これはだから、それが不快なんだよ。ね、失礼だよね、本当に。クソだよ。だから、さ、話聞いてねえだろ、お前。お前、買わねえんだから関係ねえだろ、っつってんの。別に、買わない人にとやかく言われたくねえんだわ。
アクセサリーのことも、認めるところは認めてるよ、とやかく言われたくねえんだこんなゴミみてえな人間に。ありがとう、アイテムありがとう。にわかとか とにかくね、にわかアンチとかじゃないの。もう俺はアンチって言ってんのがバカ臭いと思ってるから。はい、こんばんは。アイテムありがとう。俺は変えられる今にしか興味がない。だから誰のことを指してんだよ。で、紐ってなんだよ。紐って何？それお前さ、全部調べもしないで言ってるだろ。俺のりこから1円たりとももらってねえぞ。毎月のりこの食費全部出してるぞなあ。月5万とかレベルじゃねえぞなあ。どこが紐なの？バカすぎるだろ。バカすぎるだろ。具体的に言えよ、具体的に。完全論破だからね。だから証拠もなく嘘ついてるだけなの。こいつが詐欺師だよ。なんかされたのって俺がリスナーさんに関心ないの知ってんじゃん、鉄馬。コメント上でしかやり合うつもりないもん。会いたくもないし。いや、無理無理無理、ケンタンメ。無理無理。そんな根性ないよ。いや、もうマジでね。いや、詐欺事件があったことは本当だよ。ねえ、俺は反省してるし。ただ後悔はしてないよ。全部喋ってるから。それこそね、神様なんか知ってるけど、YouTube にいくらでも動画残ってるでしょ。いくらでも残ってるよ。自分で喋ってること。俺はそこ偽らないから、過去は。普通に質問すりゃいいのにな。全部残ってるね。全部残ってる。誇りの出ない人間なんていねえよ。ただ俺は誇りを隠そうとしてないよ。全部さらけ出してんだよ、自分で、鉄馬。アンチがめくったわけじゃねえから。途中から来たにわかがさ、アンチからめくったと思ってんだよ。俺はそんな荒探しとかさせねえよ。そう、捕まってたらプロじゃない。名言出た。詐欺師って、捕まってんだからプロじゃねえだろっつって、アマチュアだろっつって。詐欺師なんて、詐欺師が捕まるわけねえだろって、ね、プロで飯食ってんならね、そりゃそうだな。これがプロのコメントだよ。わかる？頭がいい。いや、そういうことでしょ。詐欺師なんて名乗れるもんじゃねえよ。捕まってるやつが詐欺師なんか名乗るわけねえだろっつって、そんな大層なもんじゃねえよってね。いや、これがあれですよ。ジンさんのがこうインテリですよ。頭のいい人はこうやって拾われるんだよ。いや、会社でさ、嫌なこと、社会で嫌なこと、世間に嫌なことを俺にぶつけても、そいつは何も変わらないよ。ナッケンさんいつも言ってんの。かわいそうなやつなんだよ。だから俺はもっと向き合えって言ってんの。正直に生きろって。羨ましいんだったら羨ましいって言えばいいじゃん。その方がまだ前に進めるよ。
どうやったら俺みたいになれんのって。だけど自分のコンプレックスをね、ぶつけても変わらねえぞって。俺がどんどん豊かになるだけなんだよ。俺は自慢で言ってるわけじゃないの。現実そうだったから。ありがとうパフェ、解放ありがとね。でも現実そうなの。差が開く一方なんだよ。だから正直になれっつってんの。好きなもんは好き、嫌いなもんは嫌い。で、嫌いだったら見るのやめなっつってんの。お互いにとって不利益だから。嫌いなら見るのやめるべき。それは俺が選ぶことじゃないから。嫌いな人が見るのをやめるべきなの、自主的に。嫌いなものを見てていい人生にならないよ。で、好きなら好きって認めなって。フォローしなって。その方がより良い関係になるから。そう思いません？俺はそう思うよ。リスナーさんといい関係、長く続く関係、お互いに学びになる関係がいいと思ってる。いや、羨ましいと思ってるやついると思うよ。だから働いても働いても、アルバイトとか派遣社員とかでさ、楽しそうじゃん。見た目はね。やってみて卵味噌は配信者の辛さだんだん分かってきたと思うんだけど、こんな大変なのかって、こんなに勝手に誘導されるのかって、こんなに印象だけで生きてるのかって。だけど好かれようとしてないでしょ。リスナーに媚び売ってる？5年間これで突き通してんだよ。俺だって言いたくないよ、いっちゃんに。いっちゃんから花火ももらってるし、感謝もしてるよ。だけど我を通すの。我を。そう、俺はこれで今までやってきたから、これ以外のやり方知らねえんだよ。それはさ、へこ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 さ、花火くれる人に愛想笑いしてさ、俺は絶対やらないからね。花火くれようがなんだろうが突っかかるから。感謝はしてる。生活をさせてもらってるから。ただ配信に口出せる気なんかみじんもねえから。俺の生き方に口出すのと一緒だから。俺は俺でやってくよ。俺は俺でやってく。嫌じゃないよ。批判をしてるからお前の批判してるんだよ、バーカ。嫌じゃねえから。お前のへんてこなトンチンカンなコメントに対して、お前に対して否定してやってんだよ、バーカ。北朝鮮と同じじゃねえわ。俺は閉鎖的な空間作ってない。お前のことブロックしてねえから。分かってねえな。自分に都合の悪いコメント全部悪だなんて俺言ってないよね。正当にやってんじゃん。お前と同じ立場でやってんじゃん。文句があるんだったらトツかけてこいぐらいに言ってんだよ。お前俺と同じフィールドでやり合えばいいじゃんって。口喧嘩で負けんのが嫌なんだろ。バカありがとう、アイテムありがとう。鉄間さん、うちリプ OK だよ。うちはリプバンバン大歓迎だから、本人に言うことは本人にバンバンリップ飛ばしていいよ。ありがとうみーたん、アイテムありがとう。俺はさ、顔色うかがって生きたりとかさ、ありがとう、ランキングポイント5倍ありがとう。おこですか？うん、いや、おこってわけじゃないけどね、今は別に。だからくだらない。もしね、有料アイテム投げてくれんなら、あと30分で有料アイテムのポイント反映されなくなっちゃうから、もしね、この企画のランキング応援してくれる人がいたら、あとね、37分以内に投げてもらえると嬉しいです。その後に投げちゃうとね、結局ポイント反映されないんだよね。ポイント優遇がなくなっちゃうから、もし投げてくれる人がいたらさ、37分以内に投げて。爆投げ期待してます。アイテム使い切って。風船ありがとう。いや、トツかけらんないんだって。トツかけらんないの、無理なの。要は名前を隠して、声を隠して、顔を隠して、後ろから刺すことしかできないの。自分の身は守るんだよ、こういうやつは。わかる？
面隠さないと自分の思ってること言えない。ありがとう、まこちゃん、ありがとう、鳥になりたいさん、ありがとう、風船もありがとうね。電話持ってないよ。さっき言わなかった。電話持ってないよ俺。バカなのかな、うん、はい、ありがとう、アイテムありがとう。はい、こんばんは、みーママいらっしゃい、楽しんでって。ツイッターどころはふわっちのプロフィールにも載ってる、載ってる。いや書けないよ、煽ったって無理よ、うん、そう、うざいんだよね、ただただ。本人面白いと思ってやってるんだけど、本人だけなんだよ。もう歪んでんだろ、要は。あとね、かけられない理由を教えてあげようか。これ本当のこと。あのね、配信者のサブアカなんだよ、こういうのって。要はね、同業からのやっかみがほとんどなの、こういうコメントって。だからこれもね、なんか俺より重なむ主なんだよ、こいつは。もう捨てアカなの。だから声がバレない。よくさ、俺がさ、かけてこいよって言ってもかけてこないでしょ。あの、もう分かってんだよ、長いから。そう。あの、ほとんどそうだよ。俺に対する同業のやっかみなの、これ。そう、だから俺の評判を落とそう落とそうとしてんの。自分の腕を磨かないで、雑談を磨かないで、外配信もしないで。あ、そうだよ、うん、ほとんど同業だよ、アンチコメント書いてんの。俺の評判を落とそうサバアカでやってんだよ。だから電話、声が出せないので、なんでスカイプだったらかけますっていうか教えてあげようか。スカイプはボイスチェンジャーかますことができるの。声を変えられるの。そう、最低だよ。だからやたらこいつらさ、スカイプスカイプって言うでしょ。 LINE は嫌だって言うでしょ。俺がスカイプやめた理由それだもん、くだらねえから。そう、ボイスチェンジャー使わないと分かんないんだよ。そう、全部整合性が合うでしょ。はい、こんばんは、お疲れ様です。アイテムありがとう。何年やってると思ってんだよ俺。ワードだよ。ありがとう。要はね、他人の評判を落とせば自分のリスナー増えると思ってるんだよ。だから三流なんだよ、うだつが上がんねえんだよ。俺はどうだよ、昔から言うよ。もうすぐ5年かな、もうすぐ6周年、今5周年、5年目だね。で、7月の11日が配信始めた日だから、次の7月になったら5年経過して6年目に入る。もうなんだかんだね、5年だよね。俺はどう考えても配信者としては一流だろ。どう考えても誰がどう見たって言うわ。俺のこと二流三流っていうやついたら連れてこいよ。アホすぎるだろ。どう考えても一流だろ。
誰でも言うわ。誰がどう見たって一流だよ。そうそう、あと30分アイテム投げ切ってね、みんな。あのそっからポイントあの少なくなっちゃうから。超一流ではないな。金梅さんとかちゃんまんとかさ、あのよっさんとかが超一流の。一流は一流だと思うよ。これで飯食えてるわけだし、常にトップね、トップの方にいるわけだから。女がいいね、おめえと一緒にすんなよ、うん、俺がどこの誰と付き合うかてめえと関係ねえだろ。童貞には分かんねえんだ。うん、二流だっていうのね、ゴンゾー。お前がどう、お前の方が上なんだよね。お前はどの目線で一流じゃないって言ってんの。お前はじゃあ一流の人間なの。つまりお前が二流だって言ってるのがね、お前が三流四流五流の人間だからなんだよ。だから聞かねえっつってんの。俺に過疎っていうやつは俺より過疎の人間なんだよ。お前が俺のステージに立ってから発言を申すべきだよ。俺のこと二流って言うんなら。あ、そうだったんだ、ミーダン。ありがとうね。出会い大事だよね。全然恥ずかしくないね。だからさ、金梅でもよっさんでも七原くんでもないゴンゾーがよく言えるよね、それ。ピッチに立ててない、プレイヤーにすも、すら慣れてない、ただのファンでしょ、うん、ファンの評論なんか誰も聞いてくんないよ。いや、俺は男として何流かなんか全然関心ないね。配信で一流であって超一流を目指してるだけで、男としてどう、人間としてどうなんてどうでもいいわ、うん、人間捨ててるから。いや、最低な人間だよね、本当に。いや、いいんじゃないの、別に。ゴンゾーが二流だと思って いいんじゃない。別にそれは構わないよ。ネット小じきっていうかどうなんだろうね、うん、いいんじゃない。俺は花火もらって生計立てられて、まあなんつうんだろう、部屋の中で遊んで暮らしてアイテムもらえていい人生だなと俺は思ってるけど、もっともらいたいっすね。配信で1億円ぐらい稼げるようになりたいなとは思ってるけど、自負心っていうかなんだろうね、俺が求めてたことだからね。労働をしないでこうファンの人からアイテムいただいて生計を立てるっていうのが俺の理想だったから、理想のライフスタイルは手に入りつつあるよね。満足はしてないけど、まだまだ上に行きたいと思ってるけどね。はい、アイテムありがとう。いや、俺はね、これね、なんだろう、配信に限ったことじゃないんだけれども、俺ね、あの夕方の居酒屋のサラリーマン大っ嫌いの。俺だから居酒屋行くの嫌いなのね。なんでかって言うとさ、他人の悪口しか言ってないでしょ、三流のサラリーマンたちって。テレビ見ながらさ、野球選手とかこき下ろしたり芸能人のあいつはどうだとか言ってるじゃん。
で、超本当のトップのビートたけしさんとか松本人志だけ擁護してるでしょ。俺、ああいう生き方大っ嫌いなんだよ。お前の人生相当薄っぺらいぞ。だから俺ラウンジバーとかその好きなのよ。その一流の人間がいるところに行くと悪口が聞こえてこないの。不快な話が聞こえてこないの。ありがとう解放、花火ありがとう。スカイラウンジとかで飲んだりとか、そのリッツカールトンとかのさ、ホテルのカフェとかで飲むのが好きなの。もう全然悪口聞こえてこない。バスへのさ、スナックとかさ、居酒屋とか大っ嫌いなんだよ。もう底辺の低所得者ばっかりでしょ。人の悪口言うやつってね、ダメなんだよ。稼げもしなければ人の信頼も稼げない、得られないんだよ。だからああいう人間にはなりたくないと思ってそう、新橋のガード下とか大っ嫌いだね。絶対飲み行かないね。そう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 。だから人の不平不満とかさ、悪口とかさ、陰口とかをずっと言い続けてんの。そう。それを言わない人がいたとしたらね、ウリさん、その人はね、10年後成功してると思う。低所得者がみんなそうではないけれども、もし、ちゃんと、こう、なんつうの、仲間を褒めるとか、コミュニティを作るとか、志がある人が若い人でいるんだったら、10年後多分その居酒屋に出入りしてないと思う。俺は。それが俺の感想。そう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 。あと人の幸せを願ったりね。バガーありがとう。楽しいことにコミットしてるのがいいんだよ。そう、人の悪口。そうなんだよ。金持ちが余裕があるから人の悪口言わなくなるんじゃないんだよ。普段から仲間を大切にするとか、人のメリットになるいいところを見るとか、そういう発想だから成功するの。俺は自分から一流だって言ったわけじゃないよ。何流だって言ったから俺は一流だろうなっつったんだよ。俺自分から言ったわけじゃないよ。そう。そうそうそう。自分に返ってくるよ。思考とか言葉っていうのは。やることやんないとダメなんだよ。アイテムありがとう。俺みたいになりたくて見てる人なんかいねえよ。バカバカなんじゃないの。暇つぶしだよ。余裕があるの。時間と経済的にも心にも。お前と一緒にするな。なりたいわけねえだろ、バカが。誰が好んで配信者なんかやるかよ。卵味噌、うち俺以外にコメントするときはリプ飛ばしてくれ。うちはリプでやれっつってるから。俺の人生普通に生きたら普通自殺してるだろうな。発狂してるか。あの世に行ってるか入院だろうね。普通の精神じゃ持たないよ俺の人生は。
ジェットコースターだから高低差がありすぎて無理、普通の人は無理、その高低差を客観的に楽しんでるだけだから。やべえなあれっつってことだもあるよ。あのね、人の話よりも自分で喋ってる言葉の方が内部で響くの。だから自分がね使ってる言葉とか思考とかってね、実は自分に一番影響を与えるの。いやだからそれはあなたの感想でしょ、うん、別にそう思ってればいいじゃん。なんでそのいや別にそれは構わないよ。圭一郎が別に俺のこと不自由だって思ってるんだったら別にそれでいいんじゃないの。でも俺は質問されたら、いや別に俺すげえ楽しいっていうだけなんだけど、それは俺がどう感じるかを正直に話してもあなたが受け入れないだけで、あなたが不自由だっていう風に見る分には俺は文句は何一つないよ、うん、そう言ってればいいじゃん。ただ人格否定だったりとか事実じゃないことを事実かのように言うのは間違ってねえかっていう指摘をしてんのよ。あなたが俺のこと嫌いとか、あなたがなんだろう、俺のこと嫌いだったりとか不自由に思うっていうのは否定はしないよ。別にそれは自由に言ってくれて構わないよ。俺みたいになりたくないとか思ってる人はいっぱいいるだろうし、ただ事実じゃないことを広めるのは違うんじゃねえの。だったらリプで言えよ。俺はお前の人格を否定は一切しないよ。お前にも親がいて先祖がいて、お前のこと大事にしてくれてる家族もおそらくいるだろう。お前のこと好いてる友達もいるだろう。その人たちに対して無礼なことは言わないよ。お前の人格はお前がね、周りの人が作ったものだから。それはさっき反論が終わってるから。それを受け入れないのはお前の器の問題だよ。俺はさっき反論が終わってるから、それを理解できない、受け止めたくない、どっちかだろうね。それはお前の問題だよ。周りの人、ここにいる他の人は分かってるから、同じことは二度言うつもりないよ。二度言っても分かんないから、三度言っても分かんないから、ループでしょ。君の器の問題だよ。毒を持った器に水を注いでごらん。その水は飲めなくなるんだよ。割れた器に水を注いでごらん。水はこぼれるんだよ。わかる？君の器の問題だよ。水の問題ではない。新橋のバーの下。バーガーありがとう。まあ多分君は毒も塗ってないでしょ、器に。割れた器でもないでしょ。あなたは器をひっくり返してるんだよ。鼻から俺の話、俺の水を受け入れる気がないの。俺は分かってるから。あなたは鼻から俺の水を受け入れるつもりがなくて、器を逆さまにした状態でここへ来てるんだよ。ブロックするといいよ、矢野ラッキー。バガありがとう。楽しい話題振って。ジャックプレゼントありがとう。
ふわっちのさ、ブロック機能優秀だから、サブアカだろうが何だろうが、1個のブロックアカウントブロックするとさ、IP 管理で統一されてるから、サブアカもブロックになるんだよ。そこ便利なんだよね。アイテムありがとう。そうそう。消えろっつっても消えないから、バカは。言うこと聞かない。それが無駄なのはよくわかってるから、俺は。この間のドラムかっこよかった。いや、下手くそだけどね。そう言ってもらえると嬉しい。ありがとう。俺、サラリーマン？サラリーマンは2回やってたかな。人材派遣会社の、内勤を1回と、俺、本当は営業職やりたくて。で、その後にね、IT 系の会社の営業やってたかな。その2回だけサラリーマンやってたのは。だから、営業の基盤作ったのは IT 系の方で、内勤は別に大したことやってないからな。付け回しって言うんだけど、キャバクラをどこの席につけるかみたいな仕事だね。企業からさ、朝っつうか、まあ、前日までに何人くださいっていうメールが来るの。で、朝6時半にパソコン起動して、で、8時半ぐらいにはもう10時から仕事だから、8時半までにメールを送るの。で、顧客リストっていうのがあって、要は、人材派遣会社って登録会って毎週やってるでしょ。で、登録会のデータベース数千人1個の事業所に入ってて、で、その、ABC ってランクがあって、派遣の登録の中に。で、A の人にメールをバーって送るの。その、大体ね、1個の事業所に260件ぐらいの案件があって、それを自分でピックアップして、で、条件絞ってバッて出るの。でバッて送ると、でその何時何分までに出れるか出れないかを返答してくださいと。で、出れるボタンがピッて押されたら、こっち側のデータベースがこう切り替わっていくの、色が。で、返事が来ない人は外して、ごめんなさい、あなた仕事できませんってやって、その人を B 判定にして、要は仕事を次から来ない、振らないようにして、で A 判定の別の人とかを探すの。もう最終的にデータでダメだったら、新規の人とかファイリングしてある人から探すの。 A 判定の人、そういう感じかな。うん。愛はどつ、最近オリビエ・メシアンの鳥のカタログって音楽を聞きました。3時間ぐらいのピアノ曲ですが、さまざまな鳥の声をピアノで表現していて面白かった。へえ、すごいね。ダメな人？七原さんがどういう人か分かんないかな、俺。ツイッターで1分の動画見て、この人すごいなと思ったぐらいだから、あんまり知らない人のこと評論はできないかな。サラリーマンでも仕事できそうだな。どうだろうね。俺は向いてないなと思ったけどね。仕事はまあ普通にできるんじゃないの。で、営業は、コールセンターの営業と現場に行く営業っていうのをやってたけど、営業は大変だったのはもう二度とやりたくないな。ただ、そこでのノウハウっていうのは起業した時に生きたからね。物を売るとか、商品の魅力伝える、デメリットも伝える。どうやってやったら人がその商品を欲しいと思うかっていう心理は手に入ったから。その辺は、なんか勉強にはなったけど。まあ、生主としては使えない技術だよな。スーツ姿？いやいや、スーツじゃ、あ、スーツ姿？あるよ、写真。見る？まあ、営業マンのね、黒いスーツではないけど、見せようか。スーツの写真は、こんな感じかな。うん。こういう感じ。なんか、クリーム色とか茶色系のスーツが好きだったね、俺は。うん。こういう感じですね。黒系のスーツあんま好きじゃなかったな。うん。こういう感じかな。
これ何歳だっけな、26かな、26。老けて見せるようにしてたね、若いと舐められてたから、うん、若いと舐められてたね、いや見た目ってすごい大事だよ。だってあの営業マン見た目めちゃめちゃ気にするの、なんでかって言ったらさ、あの見た目で判断されるから、喋り方、礼儀、佇まい、目つき、顔つきで判断されるから。クリーム系のスーツ好きだね俺は、うん、そうだね、黒いスーツだとどうしても若かったから、なんかねえなんかこう新人、青臭い新人の営業マンみたいになるから。今よりいい面構えしてたかもね、うん、志があったからね。まあまあスーツ姿はこんな感じ。まあでももうスーツ着る仕事は多分しないだろうな。もうスーツは脱いだから。経営者は向いてないと思ったからさ。多分経営者になることはないと思う。これからはまあずっとアーティストとして活動していくんだ。表現者、パフォーマー、アーティスト。あのね、そうそうそう、男の人ってさ、セーラー服とかチャイナドレスとか好きでしょ。それと一緒よ。あの女の子もスーツ好きでしょって。そうすると女の子ってわかるっていう。男がセーラー服好き、俺はセーラー服好きじゃないんだけど、セーラー服好きなの理解できないのと一緒よ。リクルートスーツ面白くないよね。味がないよね。無個性なのが武器だから、あれは。俺は個性的にさ生きたいから、個性的に生きたいからこの仕事選んでるから、ね、スーツはね着慣れないとかっこ悪いね。だからダボダボになったりとか、サイズがおかしかったりとか、あのまあスーツ着慣れてない人の事例なんかあるかな。ちょっと待ってね、今ちょっとテストでね、スーツ着慣れないとどうなるのかっていう、ちょっといい事例がないな。あ、たまたまあったな。たまたまなんかいい画像が出てきた。なんかこの人とかね、うまく着こなせてないなっていう、なんかたまたま画像検索したら出てきたんだけど、まず裸足でしょ。で、ジャケットのサイズが合ってないっていう、これ丈が長すぎるの。だからもうわかるよね。誰なんだろうこの人。スーツはわかる、着こなしてるかどうかっていうのは、そう、要は買う段階で間違えちゃうんだよね。買う段階で、うん、要はね寸法しないんだよ多分。うなはね意外と着こなしてるっつうか、別にそこまで変じゃない。うなが着てるっていうのが笑えるだけで、意外とあの人おしゃれだよ。そうそう、着られちゃってる。今時あんなスーツ売ってねえけどな。どこで手に入れたんだろうな。30万のスーツ自慢してた、うん、ちょっと古い、まあまあ年だからな、うん、うなにセンスが古いっていうのは酷だよ。だ年齢が年齢だもん。あ、残り5分です。もしよかったら無料アイテム投げ切っちゃってください。トーマくん投げ切っちゃって、ほうきと、よろしくお願いします。もうあと5分なんで。
ありがとう。ハートありがとう、菩薩さん。ありがとうございます。もう一丁、ありがとう。みんなありがとうね。もうない？オッケー。サンキュー。潜ってた？ユウさんいらっしゃい。楽しんでって。イベントアイテム OKOK。じゃイベント終わったらあれだね、キツネ枠やろうか。あ、潜って見てくれてたの、ありがとう、マイミロさん。OKOK。じゃあ残り4分ぐらいで切って、このあとキツネ枠やろうか。イベントも終わりだね。アイテム、おー、まこちゃんありがとう。マイミロさん、まこちゃんありがとう。サンキュー。ジャックありがとう、たくさん。もしよかったらみんなフォローしてね。うん、あった？うん、ほうき。ジャックか。ありがとう。たくさんありがとう、みんな。バガーありがとう。さあ、何位かな、俺は。10位以内入れないだろうな、多分な。ありがとう、アイテム。手妻さんもありがとうね。風船ありがとう。キツネは何？匿名枠。全員匿名。全員匿名。キツネ枠は。簡単に言うと関ヶ原。簡単に言うと関ヶ原。ポコパンさんありがとう。ありがとう。チャムありがとう。戦いだよ。おお、マリリンいらっしゃい。じゃあ一旦終了しますか。じゃあ皆さん一旦終了します。イベントお疲れ様です。皆さんありがとうございました。イベントの結果何位になるか楽しみにしててください。12時超えたらね、キツネ枠やるんでよろしくお願いします。それじゃあ皆さんお疲れ様です。